どうも、ゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回は、フィニッシュで伸び上がってしまうんですけど、と言われた方、結構こういう方多いんですが、そういう方がやってしまう大きな間違い、それを今回皆さんにシェアしていきたいと思います。いろんなことを言われて、それを改善しようと、皆さんいろいろ取り組みますよね。ですが、それが結構間違った方向に進んでしまうということが多いんですね。ですから、そうならないように、一つ一つ、正しい形を意識していただいて、そして正しい形と間違った形というのは結構紙一重な部分がありますので、そこをしっかり間違えないようにしていきましょうね。私、三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいてます。本当に皆さん感謝してます。皆さんに会えることを本当に楽しみにやらせていただいてます。そして動画を見てくれている皆さん、今回は伸び上がり、特に打ち終わった後の伸び上がり、これに注意しましょう。では早速いきたいと思います。よく、なんか私伸び上がってるみたいなんですけど、まあこういう方結構多いと思うんですね。これどういう方がそういうふうに言われてしまうかというと、ちょっとやってみます。まあ通常通りのスイングをして、まあ特に打ち終わった後に、こんな感じで体が起き上がってしまうような、こういうフィニッシュになってしまう。ボールはある程度上に上がっていくような雰囲気で打っていきますので、体が少し上に起き上がってしまうような、まあ、こんな形、これを、ま、伸び上がってるとか、ちょっと起き上がってるとか、まあ、そんな風に言われてしまうわけですね。じゃあ、こういう方が、じゃあどういう風にスイングすれば良いんでしょうか、となった時に、陥ってしまう、ちょっと間違った形があるんですね。それは、もう完全に体が起き上がらないように、もうその場で、もう固定してしまうような感じ。ですから、こんな雰囲気ですね。もう絶対に上に上がってはいけない。もうそこで止まってなさいみたいなことを言われて、で、振り抜いた時にもうボールの打った方向を見なくてもいいから、とにかく、このまま、もう下向いてましょう。こんなことをやってしまうと、これは正しいスイングとはもちろん言えないわけですね。今、この動画を見てくれてる皆さんから見ても、それちょっと違うんじゃないのと思うかもしれないんですが、こんなことを無理やりやってしまうと、今見ていただいているような、こんな形になってしまうわけです。ですから、この伸び上がってしまうというのも、ボールを打つときに、体全体で膝も伸びてしまって、体も起き上がってしまうと、これは伸び上がっているような雰囲気になってしまいますので、そこで、最後のフィニッシュは左足の上に乗ってもいいので、ボールを打つ瞬間までは見てみましょうね。まあ、こういう話になります。ですから、構えて、このボールを打つ瞬間は見届けて、もうその見届けた瞬間、まずその見るか見ないかギリギリのラインです。そこで体は打っていく方に向けてあげるというのが正解の形になります。ですから、構えて、当たる瞬間を見たのか見てないのかどっちなんだろうな、見たような気もするし、見てないような気もするし、それぐらいのタイミングで体は打っていく方向に向いていき、そして上半身は左足の上に乗っていく形になるというのが理想の形になります。ですから、最初から、こういう感じで起き上がってはもちろんいけませんし、それを改善しようとして、こんな感じでもうずっと下向いてるっていうのも正しくはないんですね。実際コース行った時に自分のボール見なければ、どこにボールが飛んでいったかわかりませんので、次のプレーもスムーズに進まないですよね。ですから、打ったボールを、この打つ瞬間、それを見たか見てないか、どっちとも言えないぐらいのタイミングで体を起こしてあげる。このタイミングで上げてあげるとフィニッシュも正しい形で取ることができますので、ぜひ伸び上がってしまうとなってしまう方、これはどういうタイミングで体を起こせばよいのか、そのタイミングをしっかり測っていただいて、スイングをしていただくとナイススイングになっていきますので、ぜひチャレンジしてやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。